歴史から感動を伝え、次の世代へつなぐ。この目的で動画を作成している音楽表現家、歌手の秋山千鶴です。YouTube215 本目は、世界で一番歴史が長い日本。その歴史の中、6月25日は、貞明皇后の誕生日。大正天皇の妻であり、昭和天皇の母。激動を生き抜かれた貞明皇后、その大きな功績をすべて伝えることはできませんが、私の心に残るお話を語りたいと思います。この動画を最後までご覧いただくと、貞明皇后とともに日本の素晴らしい歴史が伝わります。でも、それは最後までご覧になった方にしか届かないのがポイントです。それでは、私がまず貞明皇后のお名前を目にしたのが、ポーランド孤児救済の話からでした。教科書には載っていない素晴らしい日本人の姿を、このポーランド孤児救済物語から知りました。また最後にこの話を深くお伝えします。この話から、貞明皇后の慈悲深さが、本当に心に残りました。西洋から考えたらありえないことなので、幼少期を調べてみました。旧名は九条貞子様。ここでは混乱を避けるため、すべて貞明皇后で統一させていただきます。1884年、明治17年、6月25日、皇爵九条道隆の四女として誕生。九条家は、皇里親の下で健康に育てることが習わしだった。そこで、道隆公は自分のこと思い、何事も遠慮なく育ててくれ、と頼み、貞明皇后は生後7日から4歳半まで、由緒正しい旧家で育てられました。その時、九条の黒姫様と呼ばれるほどたくましく育ちます。栗拾いやトンボ取りなど裸足で、近所の子供たちとも仲良く遊びました。また幼い時から仏壇を毎朝拝み、生まれつき信仰心が深かったそうです。これが慈悲深い貞明皇后の原点だったと感じました。大正天皇とは仲睦まじく、慣例を打ち破って自ら陛下の身辺のお世話をされます。お体が丈夫ではなかった大正天皇ですが、貞明皇后の存在が太陽となったと感じました。なんと王子4人授かられました。貞明皇后が健康であられたことで、昭和天皇がお生まれになられたのですね。世界で一番歴史が長い日本を支えられた大きな存在と言えるのではないでしょうか。そして大正天皇の時代から一夫一妻が確立されます。ここで貞明皇后が王子たちの妃を決定されていたお話を分かりやすくお伝えするため、第一王子、第二王子、第三王子という言葉で失礼いたします。第一王子の妃は薩摩藩の血を引き、第二王子の妃は会津藩の孫娘、第三王子の妃は徳川家の孫娘。これは日本の歴史にとってとても意味深いことだと思いました。貞明皇后は慈愛にあふれた国母、そしてそれには想像できないほどの深い強さがあったからだと思います。それではここでその具体的な慈愛の支援についてお伝えいたします。知的障害者の施設、ハンセン病患者や不自由な生活を強いられている東大森への支援、また関東大震災の被災者やポーランド孤児救済への支援、たくさんの支援をしていかれた貞明皇后でした。そして戦争で命を懸けて戦った方々への祈り、これが私の心の中に一番残っているものです。貞明皇后は雨漏りする防空壕の中、戦死者のお名前を書きながら法華経を唱え、祈りを捧げていらっしゃった。それは
崩御される日まで行われていたそうです。このようなお姿を知り、私は思わず涙がこぼれました。また敗戦後、昭和天皇がマッカーサー元帥に対し、自分の身はどうなってもよいから国民を助けてほしいと願われた言葉は、マッカーサーの心を動かしました。その昭和天皇の心に影響を与えたのは、何より母君の姿だったのではないでしょうか。皆さん、いかがでしたか？何か一つでも帝名皇后のお話から感じていただけたら嬉しく思います。まだまだ貧しい時代だったはずの大正、日本が国際支援したポーランド孤児救済物語は、日本人ならばぜひ知っていただきたい内容です。どうぞ最後までご覧ください。大正時代、ロシア革命により死にゆくポーランド孤児を救った日本人。当時ロシアは革命に揺れ、ロシア在住のポーランド人たちは混乱の中、極寒のシベリアへ送られます。そこで大人たちは殺され、残った3000人の孤児たちも飢えと寒さで次々と死んでいきました。そしてこの救援要請を世界が黙殺する中、日本赤十字社だけが手を差し伸べます。この救済をシベリア出兵中の日本陸軍に要請。この孤児を救った日本軍将校に対し、ポーランド政府は勲章を授与。孤児たちを5回に分け、全員で765名が救済される。このニュースは日本中に報じられ、全国から寄付が。この頃の日本は貧しかったけれど、信じられないほどの寄付が集まる。シベリアで死の淵だった孤児たちは、栄養失調、身も心も弱り、顔面蒼白、そんなポーランド孤児たちを献身的な看護、温かいもてなし、その甲斐あって、みるみるうちに元気を取り戻した孤児たち。ある日、一人の少年イエジが訪ねます。なぜ日本人は助けてくれるの？それはね、日本人に発酵移住の精神があって、これは日本誕生の時、神武天皇即位のお言葉。人類は同じ屋根の下に暮らす家族という意味。日本書紀に掲載され、日本人は発酵移住の精神をとても大切にしているんだよ。ある日、孤児たちの心に残る出来事が。皇后陛下、帝名皇后がお出ましになり、孤児たちを抱きしめてくださいました。また孤児たちが腸チフスに感染した時、看護婦たちは昼も夜も一心不乱に看病。その甲斐あって、死の淵から生還し、孤児765名全員が無事ポーランドに帰国する日、出港する時、別れを悲しみ、孤児たちは泣いて乗船を嫌がるほどでした。けれど見送りに行けなかった一人の松沢海、彼女は腸チフスに感染し殉職してしまいます。孤児たちは日本への感謝に君が代を歌い、何度もありがとうと伝えたそうです。
船では日本人船長が毎晩孤児たちの頭を撫で、熱が出ていないか確かめていました。孤児たちの証言、その船長の手が大きく温かかった。ポーランドに帰国した孤児たち、その中で中心となるイエジ少年、彼はこう語りました。日本で過ごしたあの暖かい時間を忘れたことはありません。日本人は孤児たちをポーランドに帰した後も見守り続けていきます。あの時の孤児たちが立派な成人へ。ところがその後、ナチスドイツ軍がポーランド侵略、再び消滅したポーランド、イエジ青年を中心にイエジ旗部隊結成。彼らは孤児院を隠れ家に。そんなある日、ナチスドイツの強制捜査が、知らせを受けた日本大使館から、日本人が駆けつける。ここは日本帝国大使館が保護している孤児院、同盟国のドイツ軍でも勝手な捜査は認められない、君たち日本の歌を歌ってくれないか、孤児院にいるみんなが君がよ愛国行進曲日本語で歌う、その姿にドイツ軍はあっけに取られ、失礼しましたと立ち去った。なんという奇跡。日本大使館はシベリアから救った孤児たちを守るために、三国同盟を逆利用し、イエジ旗部隊をドイツ軍から守っていました。イエジさんは61年ぶり日本へ。本当に本当にありがとうございました。ポーランド孤児を代表して何度も日本へのお礼を伝えられたのでした。皆さん、いかがでしたか？日本人の魂よみがえる内容をこれからも伝え続けていきたいと思います。参照にした本がこちらです。皆様、応援よろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。